はい、皆さんこんばんは。毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとパウパウドノンということで、今週もですね、張り切っていってみたいと思います。ということで、天の声さんこんばんはでございます。こんばんは、パフードンドンということで、今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、もう9月もね、はい、月末って感じなんですけどね、そうですね、各地でまた猛暑がぶり返してるみたいで暑いですね。なんかね、一旦ね、なんか気温、なんか夜寝る時もね、クーラーいらなくてもいいかなって時がちょっと一時あったりとかもしましたけど、またちょっとぶり返した感じでね。そうなんですよね、はい、でね、さっきね、黒猫大和さんが京都のね、竜音シンギングボール講座が終わって荷物を京都から送って、はいはい、さっきね、こっちに届いたんですけど、はいはい、珍しくですね、暑いとかって言ってました。あ、今日暑いとか言って、今日は暑いですよ、なんかもう体がとか言ってね、なんかね、そうそう、季節の変わり目なのにね、なんかまた急に暑くなって、なんかもう持ちませんとかって言ってね、言ってましたけどね。今日は大変ですよね、なんかね。外は出てないんですか、天国さんは。いや、今日ね、さっきまでね、出てたんですよ、日中。だから暑いのね、はい、体感してきてますね。夕方ちょっと前ぐらいまでね、はい、今日は外に出てました。いつも出ないんですけどね、オフィスから出ないんだけど、はいはい、ちょっと今日用事があってね、はいはい、出てたので、まさに本当これ夏の感じそのまんまだなっていうね、10月の声を聞くどころじゃなくて結構暑いなっていうね感じありましたね。そうですね、まあ、今日も日差しが痛かったですね、やっぱり。そうそうそう、暑いんですよね、うんうん、やっぱ季節の変わり目ということでね、どんどんシンギングボール講座の方も福岡、うん、京都、東京ということでね、だんだん終わりに近づいてきてますけど、ね、はい、まあ、8月の福岡で始まって、8月9月でしょ、で9月京都が始まって、今京都の前半戦終わってね、今ちょうど帰ってきたとこなんですけど、はい、来月今度は10月から東京が始まって、で、はい、次の週に京都の後半やって、はい、翌月11月に東京のファイナルですね。これで一通り福岡、はいはい、京都、東京、この3会場が、全部終わるというね。今ちょうどね、ちょうど真ん中折り返し地点という感じですね。ちょうどね、半分、まあ、は、まあ、ちょうどね、マラソンでいう、こう21キロをこう折り返すような感じだと思うんですけども。そう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 、今ちょうど折り返しですね。どうですか、半分過ぎてみての感想っていうか。そうですね、半分過ぎて、うん、まあそうですね、今回は結構ね、個人個人の皆さんとお話しする機会があったりとか、はい、なんかアットホームな感じでね、はいはい、結構できてるかなっていうところがちょっといいところでもありますかね、今回はね。あ、なるほどね、うんうんうん、まあ、前回よりはそういうような形、一人一人のコミュニケーションも多く取れたと。そう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 、だからなんか個人レッスンみたいなところもちょこちょこ入ってたりとかするので、はい、なんかそういう意味ではね、なんかいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ皆さんのね、その個人の満足度みたいなところも多分、はい、そういう意味でもいいんじゃないかなとは思いますけどね。ああ、そうなんですね。やっぱり来る人によって全然その目的が全然、ね、人それぞれ違うわけなんですよね。はい、やっぱプロを目指したい人もいれば、うん、とりあえず一回触れてみたいとか、そういう人もやっぱいろんな、そういう個々に話すと、そういういろんなこう考え方できてるっていうのも分かる感じなんですか。うん、そうですね、まあ初級、中級、上級ってなってて、まあ、そっかそっか、半日、はいはい、まあ、初級が半日、中級が1日、上級2日間なので、はい、まあ金額的にもね、もちろん上級の方が高くなっていきますし、なので、まあ、一人一人というよりは、どこまで申し込みしてるかでね、大体まずその辺は見えますよね。初級だけっていう人もたくさんいますし、上級までっていう人もたくさんいますし、中には中級までっていう方もいらっしゃいますし、まあ、はいはい、うん、初級までの人はね、やっぱり初めての人が多いので、とりあえずちょっと触ってみたいとか、鳴らしてみたいとか、はい、うん、中にもね、初級だけなんだけど、やっぱり演奏家を目指したいっていう人もいるし、はいはいはい、うん、まあ、中級上級ってなっていけば、その中級上級は、まあ、プロにね、こうなっていきたいというか、しっかりその、まあ、仕事というか、その奏者にこうなって、いきたいっていう人が、まあ、比率としてはね、もちろん多くなるとは思いますけどね。
あ、そうですね。でゴックさんから見てやっぱりまあ、人それぞれいろいろね、叩き方とかね、こうやり方あると思うんですけども、あ、なんかこの人はセンスがいいなとか、うん、そういうのを感じる方とかも中にはやっぱり時々いらっしゃったりするんですか？あ、まあまあ、どんな講座でもそうだと思うんですけど、多分いますよね、そういう方はね、うん、そうなんですね。じゃあもしかしたらゆくゆくは弟子ができるかもしれないっていうねまあ分かりませんけどね、はいはいはい、まあそういう感じで、やっぱりでも上級までとかね、やっぱり中級上級で聞くとみんな奏者になりたいっていうことで学びに来てる人が多いので、はいはいはい、まあ、あとはね、どれぐらい自分でこう研鑽をするかとか、うん、まあ奏者になるのであれば、ある程度ね、そのボールとかの演奏に必要なものをね、どれぐらい自分で持ってるかとかね、はいはい、奏者になりたいけど1個しか持ってないんだと、なかなかね、まあ、その1個だと難しいかなと思うので、いくつかね、やっぱりこう持ってるとか、はい、うん、なんかいろんな要素もちろんね、あると思うんですよね。確かにそうですよね、うん、はい、そうそうそう、まあ、物だけじゃなくてね、はいはいはい、これ、あ、なんか感じいいなとか、雰囲気あるなとかね、はいはいはい、うん、なんかそれなりのオーラあるなとか、なんかそんな感じじのない方も中にはいらっしゃるので、はいはい、まあ、そういったところとその研鑽をね、積んでいくことがこううまく融合できれば、まあ、いい奏者にこうなっていけるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、だんだんね、具体化してね、何個かこう揃えてね、あと実際やる場所とかね、うん、そういうところにこう出ていくっていうところになると、またね、ただ演奏ができるだけというよりか、また他の能力もね、必要になってくると思いますんで、うん、そうですね。だからまあこの僕がやってる講座っていうのは、ただその演奏の仕方とか、その音の出し方とか、その奏法だけを教えてるわけじゃないので、はいはい、まあ、その奏者としてプロとしてやっていくためには何が必要とか、はい、まあ、どういうマインドが必要とか、マインドの前にどういったことが大事なのかとか、まああらゆる面からですね、そのビジネス的なところとか、アーティスト的なところとか、もちろんそのツール的なところとか、マインド的なところ、まあ、いろんなことをね、多岐にわたってお話ししていくので、はい、まあ、そういう意味ではね、なんか普通のシンギングボール講座とはまたちょっと一風違った、うん、はいはいはい、なんかこう魅力みたいなものがあるかもしれないですよね、うん、なのでプロとしてやっていきたい人にとってはとてもいいんじゃないかなと思いますよね。逆にね、シンギングボール以外のところでもこう人生を生きる意味での、まあね、うん、エッセンスとか、まあ、そういうね、学びとかも一緒に入ってる、融合してるような講座もね、入ってると思いますので、そういう意味ではもうシンギングボールって本当に幅広い感じですよね、天国さんの講座に関しては。幅広いですね。で、はい、まあね、いつもお話しするように、そのピアノを弾いたりバイオリンを始めたりっていうことに比べたら、まあ、簡単に、ね、スタートはできるので、はい、多くの人が、ね、始めやすいと思うんですよね。例えばもう、はいはい、ね、主婦で子供が大きくなってなかなか今まで何もできなかったけど今から始めたいとかいう方でも気軽に始められるのがシンギングボールなんですよね、はい、まあ、今から例えば、ね、ゼロからピアノ始めてショパンのコンクールでよって考えたらとんでもない難しいわけですから難しいですよね、うん、そう、はいはいはい、だからね、そういう意味では気楽に始められるけど、まあ、その奥がやっぱり深いっていうことなので、はい、まあ、やりながらね、その辺は学んでいけば良い奏者にはね、どんどんこうなっていける、うん、シンプルなものほど奥が深いっていう側面がやっぱりあるので、はい、うん、なんかその辺をやっぱり知って、この音を扱っていけるようになるとね、とてもいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、パッと見た感じね、本当にごくごくシンプルでね、本当に物を叩くっていう、うん、もうそれだけなので、いや、すごい単純だなと思うんですけど、その、うん、ね、やってる人によってなんか響きが違ったりとか、相手に伝わるものが違うっていうのが出てきちゃってるじゃないですか、まあ、うん、違います ね、そこがまた本当に奥が深くて、うん、なぜそういう風になるんだろうっていうのも感じるので、うんうん、そういうのもね、シンギング講座行くと、あ、こういうことだから違うのかとかが全て学べると思うので、うん、そうですね、うん、だからその不思議がね、解消されて、うん、ね、より良い演奏とかができるような自分に磨けるチャンスがね、うん、はい、こういう講座に出るとあると思うんで、東京はまだ空きとかはあるんですか？東京ね、そうですね、まあ、かなり埋まってきましたけど、まだね、募集は続けてるので、はい、10月の7、8かな、
はい、まあ連休のねとこだと思うんですけど、まあ土曜日曜でね初級中級やって、上級は11月の18、19とかそれぐらいだと思うので、はい、まだね、直前まで募集の方はですね、もう入りきれなくなるまではやってますね、はいはい、入りきれなくなっちゃったらもう入れないですけど、はいはい、まだ若干はね、まあ、ね余裕がありますね、うん、単純に僕みたいなこう、ね、一般的に何もわからない人からいろいろちょっと感じることはあるんですけども、うんうん、その例えば天国さんのその日の体調によってシンギングボールの音が変わったりする場合もあるんですか、はい、そのあるでしょうね、ありますよね、やっぱりこう風邪がひいちゃってとか、うんうん、もう本当にもう元気があんま なくて、うん、でもやらなきゃいけないっていう時はやっぱりシンギングボールの波動がね、うん、というか音なのかな、うん、がちょっとやっぱ弱かったりとかね、そうですね、うん、あるでしょうね、やっぱりそういうのもやっぱり関係してくるわけですね、そのシンギングボールって単純に音といえども、うん、まあその音の中にこう魂的なものとかもまあ一緒に混ざってこう人に届けるというそういうエッセンスもあるっていう考え方ですかね、うん、そうですね、だからまあ聞いてる音としては変わらないっていうか、同じボールを同じスティックで叩いたら同じ音が出るので、それは変わらないと思うんですけど、まあでもピアノでもバイオリンでも何でもそうですけど、曲は同じ曲なんだけど、だから聴く人が聴いてたらなんか今日違うねっていうのはこう耳に入ってくる音は一緒なんですけど、はい、なんか今日違うよねって多分感じる人は感じると思うんですよね。いやそれはね、うん、あるんですよ、どの楽器、僕も違う楽器やってるので、うん、それはありますね、はい、だからもう音っていうものだけじゃなくて、その、聞こえる音と、まあそのまあ、そういう話もね、講座の中でも細かくしていくんですけど、聞こえる音と、まあ、倍音のようにね、出てる音と、あとまた全然出てないようだけれども、その人間の耳には聞こえないレベルの、まあ、すごい低周波とかね、超高周波とか、まあ、いろんな音がね出てると思うんですよね。なので耳に聞こえる音は変わらないんだけど、それ以外のその魂とか心とか体とか、まあ、他の生物のエネルギーにヒットする感覚にこうヒットしていくというか届いていくような音はね、多分微妙にこの変わってるはずなんですよね、うん、なのでまあそういうところの違いを感じる人が感じるから、うん、だからまあそれが違いというふうには言えるかもしれませんね。だから一般的には違わないんだけど、でも聞く人が聞いたら違ってるっていうことは分かるということですね。だから僕がこう思うのは、そのヤマハ音楽教室とか普通にそういういろんな教室あるんですけど、そこって本当に技術しか教えないんですよね、基本的には、うん、はい、でも技術を教えて、じゃあ同じ発表会の時に同じ曲を弾いても違うわけなんですよ。でも技術は同じレベルでもなんか違うなっていうのは、うん、じゃあ何が違うのかっていう教えは一切しないんですよね。だからその先生が分かってるか分かってないかも僕は分からないんですけど、分かってない人も多分教えてると思うし、とにかく技術だけを追求してる人って多くいるんですよ、ピアニストって特に。もう技術のね、どんだけうまいのが弾けるかどうかみたいな、ただ感動しないっていうピアニストは結構多いんですよね、僕も見ててですね。でも下手だけど なぜか感動する人もいるわけですよ。でその違いっていうのはね、まあ、目に見えないものなので多分ね、だから説明ができない人が多いんですよね。だからそのまま音楽教室行っても結局技術だけ学んでステージに出るという人しかいないので、それは絶対に、ね、やった方がいいと思うんですよね、そのどの楽器でも、うん、それがないので、そういう今世の中なので、ちょっとそこら辺がちょっと天国さんのところだと同じ楽器でもそういうところから教えてるので、これはまあ全国の楽器屋さんに言えることだと思うんですけど、これはやるべきかなというのをちょっと、うん、シンギングボール講座の話を聞いて思うんですよね、うん、なるほどですね、うん、まあ、そういったところあるでしょうね。ありますよね、うん、だからもでも、まあ、うん、一番その処方の処方はやっぱり技術から入んないとっていうところもね、もちろんあるので、まあ、もちろんね、その心だ感動だとか、なんか耳に聞こえない音を感じろみたいなこと言っててもドレミが弾けないとかね、例えばピアノとかギターでもコードが分かんないとか、なんかそんなレベルでなんか感じろみたいなこと言ってもめちゃくちゃやんみたいなね、まあ、それは感じになると思うので、ね、まあ、技術は技術でその上ですよね、はい、
そこからさらに技術を高めるというよりは、もっとその心に届く音とか、なんかね、その見えない音とか、感動って何かっていうね、同じ曲を弾いてるようでもその感動の与え方っていうのは違ったりとかいうことはあると思うので、まあそういう部分も含めてですよね。うん、教えられたらいいかなとは思ってますね。やっぱね、難しいんでしょうね。そういう、そこがね、でも一番じゃないですけど、まあ結構大事なんじゃないかなっていうのは思いますけどね。うん、結構大事ですよ、そこね。うん、まあそう、だからそこの大事な部分っていうのは、この全国の演奏者で分かってない人がほとんどなので、逆にそういう講座をね、なんか、今回は、まあ、シンギングボール講座行けばいい、全然それでね、全部やってくれるのでいいんですけど、どんな楽器でも、だからまあ、ね、実はこうなんだっていう講座っていうのは、すごくニーズがあるんじゃないかなっていうのは、うん、そこで多分、ね、一皮、アーティストとして一皮向けると思うんですよね。僕も楽器でいろんなバンドマン知ってるので、そんな人は誰もいない気がするんですよ。魂のこもったライブとかよく言いますけど、結局技術を追求してるだけとか、何がね、感動を与えるかっていうのはね、やっぱりまあ人それぞれだとは思いますけど、まあ、そこにやっぱりその耳に聞こえないレベルの音が届ける感動っていうのは必ず存在するので、まあ、そういったことはね、はいはい、まあそのセオリー的な部分として、その講座みたいなところでもこう入れ込んでいくことは多分可能なんじゃないかなとは思いますけどね。例えばまあ、今楽器の話とか演奏の話しかしてないですけど、これがまたスポーツだとか、そういう他のジャンルとかでも当てはまったりするものなんですかね、こういうのっていうのはね。あるんでしょうね。だから何ですかね、やっぱりその波動とかエネルギーとか目に見えないものとか、まあ、スポーツなんかだったらね、よくやっぱりメンタルとか、はい、ね、最後の最後で、ね、この間もね、バレーボールとかね、やってたんですけど、はいはいはい、ね、なんか女子がずっと初戦から5戦連勝みたいな感じになってて、最後の最後で、はいはい、一番最後の試合でなんかブラジルに勝ったら五輪に行けるみたいなね、決まってた、それがね決まるっていう試合だったんですけど、はいはい、フルセットの末で最後にね負けちゃったんですよね。そうですね、うん、僕も見てました。あれはなんかすごい試合でしたよね。あれ、あそこの最後でも2セットずつ取れたっていうことは、はい、まあほぼほぼ互角なわけですよね。まあその運とかね、たまたまとかいろんな戦略とか戦術とかもあるにしろ、はい、2セット2セットでフルセット行くっていうことは、どっちも勝つ可能性があったわけですよね。うん、そうだ、まあ、実力的にはほぼほぼね互角ですもんね、うん、なぜ負けたのかっていうのをやっぱり言ってた時に、その監督がね、やっぱり最後の最後はメンタルだみたいなことを言ってたので、はい、うん、ブラジルの選手の方がやっぱりその、まあ、死ぬ気でとにかく勝ちたいっていう思いがやっぱり強かったっていうのを、まあ、自分のチームを見ててね、なんか最後終わった後言ってましたけど、はいはいはい、うん、なんかね、だからそのメンタルみたいなところも結局技術とか、いやなんかね、スパイクがちょっと弱かったぞとか、なんかトスが低いんだよとか、そういうことじゃなくて、最後の最後ってね、結局勝ち切るとこってね、まあそういう、まあ見えない部分、うん、思いとか心とか、うん、なんかメンタルの強さみたいな部分っていうのがやっぱりあると思うので、まあ音を奏でるにしろね、それスポーツだから勝負だから、ね、勝ち負けが関係してくるから、勝つか負けるかはメンタルの強さってなるんだけど、はい、まあ、なんか似てますよね、うん、音楽は勝負じゃないけど、はい、なんかそこでね伝えられるもの、うん、魂に感動を与える音ってなんだってなった時に、やっぱりそのスポーツで言われてるメンタルみたいな部分が音の中にも必ず存在するんじゃないかなって思いますけどね。いや、そうですね、なんか真鍋監督は結構メンタルとかそこら辺にこだわってて、特集見たら、ジャンピングサーブっていうのがあって、そのジャンピング、やっぱサーブで崩していかないと日本は勝てないっていうところで、ただジャンピングサーブとかは失敗する確率が高いんですよね。それはやっぱりいろんな局面でプレッシャーに押されて失敗するとか、でそういうのを強化した結果、ジャンピングサーブが入る確率が今大会は一気に上がったっていうことで、そのメンタルトレーニングっていうのを結構積んでたと、だからそれが効果が出たのかなっていうのと、やっぱりブラジルの気迫、やっぱ顔つきがね、僕も見ててブラジルの方がやっぱ本気だったっていうかね、うん、やっぱそのスパイクを決めた時の喜び方とか、
その気合がぐわっていうのがね、こうエースの方がねすごかったですよね。まあね、どっちもね本気は本気なんですけど、やってる自分たちはねもう一生懸命なんだけどっていうところですよね。まあこれは分かんない、蓋を開けないと分かんないですからね、こればっかりはね分かんないけどね、はい、でもやっぱりねそういうふうに旗から見てて見えるっていうのは何かっていうと、まあ、そういう部分もやっぱりあって、技術はねもう本当互角なんですよね。だから、はいはい、なんかねやっぱりなんか急にその1セット2セットはすごいこう競ってても、なんか最後のねところだけすごい点差開けられちゃうとか、まあ話変わるんですけど、卓球の試合とかでもなんか11対9とかでね、あのか競り勝ってく場合があるけど、その次のセットは11対2とかね、なんかそんなのがあるんですよ、9連続得点とか、そうだから、え何それみたいなねことが実際起こるから、あれってやっぱりメンタルがちょっとこう折れた瞬間になんかね、一生懸命打ってて、一生懸命返してて、一生懸命サーブやってレシーブやってんだけど、なんかねそういう点数の差になっていくことがねあるんで、はい、なんかポロポロっとねそういうなんかなんていうの、時空のスポットじゃないですけど、はい、なんかねそういうのがね出るときありますよね。いやこのね謎、この謎を知りたいですよね。そういうね、ありますよね、そういうことがね、現象があるんですよ、うん、だからまあバレーのね話に戻っても、最後なんかもねやっぱりちょっと点差がこうついちゃうと、あーって、うん、なんか3点差5点差とかつくと、えやばーとかねやっぱ思っちゃうんですよね、うん、そうですね、その瞬間がちょっとね結構やばいかもしれませんね。その前の4セット目は あっさり日本が勝ってるんですよね、うん、だからあこの勢いで日本いけるんじゃないかなみたいな、ね、っていうのを思ったり、うん、思ったけれどみたいなねそう多分ねそこにちょっとしたねいけるかもっていう油断とか、ちょっと喜び入っちゃったとか、はい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 、なんか頑張ってる自分たちがなんか可愛く思えてきちゃったとか、はい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 、なんかねどっかにそういうがむしゃらにとにかく一本死んでも取りに行くみたいな気持ちじゃない、なんかね、はい、目に見えない、一生懸命やってるんだけど、はい、どこかにそういうメンタルの余裕みたいなものが出ちゃったのかもしれないですね。まあ多少ありますよね、そういうね、うん、あと、うん、そう3セット目はこう日本も勝ってて、ブラジルがだんだん追いついてきてこう逆転されたっていうのもあったりとか、いろいろやっぱ、うん、もうあと1個取れば勝てるみたいなところまでは来たんですけど、まあねプレッシャーもあるんでしょうね、いろいろね。まあもちろんねプレッシャーもあるし、でもやっぱりねメンタルって面白いですよね。でそのもう絶対いけるとか絶対できるとか、なんか本当に本気でずっと諦めないでやってる時に、なんかサッカーでもそうだけど幻のゴールみたいなものがポロッと出たりとか、はいはい、あるんですよね、はい、うん、三笘の1ミリじゃないけどみたいな、そう普通だったらアウトなんだけどみたいな、はいはいはい、そこが入ってくるみたいなとことか、ね、なんかワールドカップでもね、まあはい、あのドイツ戦の浅野の最後のゴールが、はい、あんなところから入るわけないっていう、いつも絶対入ったことなかったのに、はいはいはい、なのにみたいなね入っちゃうとかね、なんかそれで勝つみたいな、やっぱりあの時のねワールドカップのそのサッカーの日本代表の執念とかっていうのはやっぱりすごいあったはずなんですよね。そうですよね、うん、だからなんかねそういう何か心が何か見えない何かを引っ張ってきて奇跡を起こすみたいな、そんなことあるんじゃないかなって思いますよね。特にあのサッカーでいうと PK 戦っていうのは本当メンタルのね完全に駆け引きかなっていうのも思いますけどね、うん、あれはやばいですね、ちょっとやりたくないってやつですね。あれはやりたくない、やりたくないと思うとまずいんじゃないですかね、あれはね、うん、そう、あれは蹴りたくないですよね。キーパーとかは相当なプレッシャーがねかかりますよね。そうだけどあれはやっぱりねもうやる順番まで決めとかないとダメでしたよね。まあだから PK は PK でまたねあのやる想定をしてねやらないとそうなんですよね。
なんか日本が最後に負けたのかな、負けたでしょ、あの時、はい、誰から蹴りたいって言って、はいって手挙げたやつから行ったっていうね。はい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 。あれがね、なんかワールドカップの最後のね、なんか PK だったって聞いて、ってちょっとびっくりしましたけど。ね、決めてあるかと思いますよね。まあ、ね、あとあの、ね、格闘家とか、格闘技結構見るんですけど、はい、格闘技でよく言ってる人が、ね、あの、練習はめちゃめちゃ強いけど、本番に弱いやつがいると。あと、練習弱いけど、本番に強いやつがいるっていう。結局でも本番で強くないとみんなそこでしかわからないから、あ、強い弱いを決めるんだけど、本当はあの人強いんだよとか、そういうのはね、あの、本当はあるんだけど、やっぱり本番と練習でね、全然違うんだっていうことをね、よく言うんですよ。これもね、だから実力がこう本番で出せない選手っていうのはやっぱりメンタル的なものだと思うんですよね。ああ、そうかもですね。うん、こういうのもやっぱりね、いろいろとこう見えないものなので、うん、いろいろと探っていきたいところですよね。そういうね、不思議なところで、うんうん、どうしたらやっぱり本番もね、うまくできるのかみたいな。うん、そこもこうシンギングボールの演奏とちょっとつながってるんじゃないかなっていうのは僕はふと思うんですよね。そうですね。だからシンギングボールなんかはね、どちらかというと、もう本当に叩いて音を出すとか、縁をこすって音を出すっていうほどシンプルなので、まあ、そこにその乗ってくる思いとかね、なんかそういうメンタルというか、うん、なんかその自分の感じ方とか、うん、聞こえる音じゃない何かをそこに乗せるみたいなね、部分とっても大事なので、まあ、つながってはくるでしょうね。そうですよね。だから、ね、シンギングボールで心を学んで、いろいろとね、あの、うん、ものに役、うん、あの、役立っていったらいいのかなっていうのも思うので、うん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 、逆にあれですか、天国さんもこう叩いてて、あ、今日はちょっとあれだなとか、あ、今日は調子いいなとか、そういうのも日々感じたりするんですか、それともだいたい安定していいなみたいなっていうのはあるんですかね。あのね、またちょっと話が変わるかもしれないんですけど、はい、音がね、やっぱり毎日変わるんですよね。あ、そうなんですか。聞こえてくる音が、はいはいはい、違うなって、か今日またこれ違うなとか、そういうことすらありますよ。本当ですか。だから、耳に聞こえてくる音すら違うんだから、はい、見えない部分なんか違うに決まってるよねっていう、まあそういうことですね。そうですね。そういう時はそれを、まあ、成長したなとか、いい感じだなと思う時もあれば、今日はちょっとダメだなっていうふうに思う時もあるっていう、そういういろんなこう見方あると思うんですけどね、その違いに関しては。はい、いいとかダメとかというよりもね、あ、なんか今日は違うっていう、だから、うん、ん?っていうことですよね。はいはいはい、はい。なんか、よーし、うまくなってるなとか、そういうことではなくて。あ、そうなんですか。うん。うん、って。なんですかね、やっぱり金属の特性なんですかね。はいはいはい。あるいはその見えない部分の音を自分が感じ取ってるから、はい、耳に聞こえてる、多分周りに、あの、視聴者というか、その聴衆の皆さんには聞こえてる音は変わらないんだけど、自分だけがそこに乗ってる違う音を聞いてしまってるのかもしれない。ああ、そうかもしれない。結構ね、音と楽器とかって、まあ、ライブハウスでもそうなんですけど、湿度によって全然聞こえ方が違ったりするんですよね。そう、それはあるんですよ。温度と湿度でね、はい、音がね、変わります。あ、そうなんですよね。そこはもう、うん、あの、どの楽器でもそうなんで、うん、だからそこもいろいろ含めると本当に奥が深くなってきますよね。シンプルですけど、うん、そうなんですよね。だから、うんってなんかちょっと違うなって思うときはね、よくありますよ、毎回。はい、場所によってもね、やっぱり違いますから、うんうん、それはね。いや、本当に奥が深いですね、単純と見えてもね。そうなんですね。シンプルなようでね、実は本当にシンプルじゃないというか、なんか、自然をね、相手にしてるような感じがありますね、やっぱりね。なんか、はい、二度と同じ風は吹かないし、二度と同じ雨は降らないけど、まあ、晴れの日は晴れるし、雨の日は雨だし、風吹く日は風吹くじゃないですか、はいはいはい、同じような、はいはいはい、でも二度と同じものがないので、はい、なんかね、その中でなんかそれを感じて音にしてるみたいな、そういうところがありますよね。だいぶ柔軟な感じになりそうですね。そう、一期一会じゃないですけど、それを感じて音として出すみたいなね、そんな感じに近いですね。特にね、このシンギングボールっていうのは、そういうの敏感ね、シンプルなだけに敏感な
楽器だなと思いますんで、うん、そうですね、はいはい、そんな感じはね往々にしてありますよね。でなんかやりがいがありますよね、うん、やりがいっていうかね、そういう意味では難しい、まあ、難しいところもあると思うんでね、うんうん、そうなんですよね、はいはい、なので、まあ、福岡から、ね、始まってこの今年2023年の秋はずっと、ね、北上ねしてきましたけど、やっと京都まで来て、いよいよ10月ね、はい、入ったら今度東京会場、ね、初級中級上級とねファイナルに向けて走り抜けていきますのでね、まあ興味がある方はねぜひまだ応募というかね募集の方してますので、ぜひねご参加もどんな感じかなということでね試しに出てみられるといいんじゃないかなというふうに思います。いや行きたくなっちゃいますねこれはね、はい、はい、ということでね、今日もあっという間の30分ですけど、早いですね、うん、そうそう、はい、音についてね、まあ、お話できるのはとてもいいかなというふうに思っています、はい、はい、ということでまた来週ですね、毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとということで、次週また夜9時にですね金曜日お会いいたしましょう。では今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。バイバイ。